UEFA 欧州選手権 UEFA ユーロ2012 UEFA ユーロ2012は2012年6月8日から7月1日にかけてウクライナとポーランドで開催された第14回目の UEFA 欧州選手権である。スペインが2大会連続3回目の優勝を飾り大会史上初の連覇を果たした。また FIFA フフコンフェデレーションズカップ2013への出場権は 優勝したスペインが 2010FIFA ワールドカップ優勝国としてすでに出場権を得ているため準優勝したイタリアに与えられた。開催国は2007年4月18日にウェールズのカーディフで開かれたヨーロッパサッカー連盟の理事会でクロアチア・ハンガリーの共催、イタリア、ウクライナ・ポーランドの共催の3候補から UEFA 理事の投票によって決定された。投票では ウクライナ・ポーランドが有効投票12票のうちの発表を獲得した。UEFA 欧州選手権での共催は、ユーロ2008に続いて2大会連続3回目となる。2010年10月12日に、ジェノバのスタディオ・ルイジ・フェルダーリスで行われたイタリアとセルビアの一戦では、セルビア人サポーターの一部がフェンスによじ登り、ピッチに発煙筒を投げ込むなどしたために、 試合が中止された。セルビアサポーターは、試合開始10分前に、イタリアの応援席やピッチに向け発煙筒や、紙爆弾を投げ込むなどしたために試合開始は37分、遅らされた。しかしキックオフ後も発煙筒が投げ込まれたため、試合開始6分で中止が決定された。試合後には、暴動の死亡者の男が、イタリア警察により逮捕された。 セルビアは 2010FIFA フフワールドカップでのグループリーグ敗退を受けて国民の人気が高かったラドミル・アンティッチを解任しておりにもかかわらずセルビアはこの試合までに予選を1勝1敗1分と低迷していたことなどから暴動はセルビアサッカー協会へ抗議する目的で行われたものだとされたまたセルビア GK のブラディミル・ストイコビッチは レッドスターベオグラードの生え抜きの選手でありながら、ワールドカップ後にライバルのパルチザンベオグラードへ移籍していたことや、直前のエストニア戦で敗北の戦犯とされたことなどから、セルビアサポーターの標的とされていた。一方で、イタリアへの敵意はなかったものであることも、前述の首謀者は強調し、イタリアに謝罪の念を述べた。また、セルビア人サポーターは、試合開始前から、 地元の警察と衝突し15名の負傷者と3名の拘束者が出ており、スタジアムに発煙筒などの危険物を容易に持ち込むことができたことなどから、試合を運営したイタリア側の責任も追及された。10月29日に UEFA は試合をイタリアが3-0で勝利したという扱いにすることと、セルビアに12万ユーロの罰金と2試合の無観客、試合、 イタリア20万ユーロの罰金と1試合の無観客、試合が課されることを発表した。ただし、無観客試合に関しては、双方とも1試合分は執行猶予がつき、今後2年間で同じような問題が起きた際に行使される。出場選手は UEFA ユーロ2012参加チームを参照。今大会で行動が模範的だったとして、アイルランドサポーターが特別表彰される。 2年前の W 杯とは、打って変わり、ポゼッション重視の攻撃サッカーが多く見られた。今大会は、オランダの一時リーグ敗退などの波乱はあったものの、それ以外の強豪国は、順当に勝ち抜いた。ベスト4に残ったのは、スペイン、ドイツ、イタリア、ポルトガルの4チーム。イタリア以外はいずれのチームも攻撃サッカーをスタイルとするチームだったが、決勝まで勝ち進んだのは、 攻撃だけでなく、守備も安定したスペインと、イタリアだった。一方、大会前、優勝候補筆頭と目されていたドイツは、攻撃陣の活躍で死のグループを参戦全勝で、勝ち抜いたが、準決勝のイタリア戦では、唯一の弱点である、守備の穴を突かれて敗れ、またしても優勝を目前で逃した。スペインは、主力のビジャやプジョルなどを書き、一次リーグは、 苦戦を強いられたものの、首位で通過。準々決勝では公式戦未勝利のフランスに解消し、準決勝で PK 戦の末ポルトガルを尻けてに大会連続となる決勝進出を果たした。主力の不在で得点力不足に悩まされる場面もあったが、鮮やかなパスワークは健在で確実に相手の守備陣を崩し、GK カシージャスを中心とした守備陣の踏ん張りもあり、 決勝戦まで8得点1失点と攻守の安定感を見せた。イタリアはかつてのカテナチオから脱却してパスをつなぐ攻撃サッカーで大方の予想を覆し決勝進出を果たした。GK ブッフォンを中心とした守備陣も安定感を見せ決勝戦まで失点を3に抑えた。決勝戦は連覇を狙うスペインと44年ぶりの優勝を狙う。 イタリアの組み合わせとなった。結果は、イタリアの疲労やアクシデントもあり、スペインが4-0の対象。スペインがユーロ連覇、W 杯とユーロのメジャー大会3連覇という、前人未到の快挙を成し遂げた。今大会はパスをつなぐ攻撃サッカーが多く見られ、大会を盛り上げたが、本家スペインを上回ることができたチームはなく、 スペインの強さと完成度の高さを改めて知らしめる大会となった。大賞金支払い2012年6月20日、今大会及び予選に出場した欧州各国代表に選手を貸し出した全575クラブへの計1億ユーロの代償金の分配が決まり、9月12日 UEFA と欧州クラブ協会の交渉の結果、各クラブへの分配額が決定した。 前回の2008年大会から大幅に増額され、さらに前回は本大会のみが代償金の対象であったが、今大会から予選もその対象となった。また、実際に負傷した選手への保険としては、2012年3月22日に UEFA と SSA が合意した代表選手保険システムが今大会で初適用された。この保険は、 選手の国籍に関係なく、欧州全クラブに所属する全選手に対して適用され、公式戦、親善試合を問わず予定されたすべての代表の国際試合がその保険の対象の試合であり、2012年9月1日以降は UEFA 主催大会以外の国際試合や大会にも適用される。両国では各4都市で試合が行われた。開幕戦は、 ポーランドのアルシャは決勝戦はウクライナのキエフで開催された。中収容人数は UEFA ユーロ2012のためのものであり、通常の最大収容人数とは限らない。本大会の抽選会は2011年12月2日にウクライナのキエフにて行われた。抽選方法は以下の通り。ホスト国であるポーランドは A1、ウクライナは D1 に当てられることがすでに決まっており、ホスト国の2カ国と前回大会優勝のスペインは、ポット1。その他の出場国は、2010年のワールドカップ予選、本選と2008年 UEFA 欧州選手権、予選、本選、2012年の UEFA 欧州選手権予選の成績を基準に算定された、UEFA ランキングポイントに基づいて、格付け後、 抽選によって4グループに振り分ける。最終的な振り分けは以下の通り。グループ A 自己対ポーランドギリシャとロシアを比較した際、得失点差ではロシアが上位であるが、直接対決でギリシャが勝利したため、ギリシャのグループリーグ突破となった。すべて現地時間、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チームに、チーム2、 チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2グループ B ドイツ対ポルトガルすべて現地時間、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2、グループ C スペイン対イタリアすべて現地時間、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、 チームに、チーム一 v チームに、チーム一 v チームにグループ D、ウクライナ対スウェーデンすべて、現地時間、チーム一 v チームに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 、チーム1部チームに準々決勝、チーム一 v チームに、チーム一 v チームに、チーム一 v チームに、チーム一 v チーム2準決勝、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2決勝、チーム 1V、チーム 2UEFA ユーロ2012のトロフィーを掲げるスペインの選手たち複数選手が最多得点で並んだ場合はアシスト数で選出。それでも並んだ場合はプレー時間の少ない選手が選出される。1988年までは西ドイツとして出場。 1988年まではソビエト連邦として、1992年は独立国家共同体として出場。1980年大会までは3位決定戦が行われており、イングランドは1968年に旧ソ連との3位決定戦を勝って3位としている。チェコスロバキア時代を含めた成績。1996年よりチェコ代表として出場。 ありがとうございます。